あかねちゃん、あかねちゃん。どうした？やっぱりお金を稼ぐためには、持っている人から搾取するのが、最も効率がいいと思うの。何その恐ろしい最適解。ということで、この広大な土地を用意。ここに、一大テーマパークを築き上げる。テーマパーク？そのテーマパークで集客をして、情報商材を売る。最高でしょ？何そのインチキの極みみたいなの。ということでやってこう。あれ、でもお客さん早速帰ってへん。む、いきなり頓挫したか。こうなれば情報商材だけで。きっとまだパークに何もないから帰ったんやろな。本当だ、まだ入り口しかない。ここから道を伸ばして乗り物とかを作ってくんやで。道作りならプロ。私の後ろにしか道はできないとはよく言ったものよ。はいはい、オッケー。よし、そうしたら今度は乗り。待って、え、おい、何やこのパーク名、意識高い系の怪しい名前やん。インスタ映え、超有名デザイナー監修、アップアップアップ園。恋愛しか興味ない人とかおびき寄せられそうでしょ。やめとけや。そんなことよりも乗り物を設置していこう。まあええけど、乗り物もたくさんあるからな。ふっ、私は外食行っても即決できる女。まずはこのティーカップとやらにする。お、基本的なやつやな。恐怖度が足りないけんど、まずは飴を与えてからこそ、恐怖というのは入りやすくなるからね。何その体験談、すでに恐怖なんですけど。それじゃあ適当な場所に設置。はい、しっかりとしたコーヒーカップのやつやな。ここで人々は高いお金払って回されに来る。はは、愚かだね。このゲーム向いてませんよ。電気がないよ。電気？どうやら電気がないと動くことすらできないみたい。じゃあ発電機とかを設置すればええんやな。発電機設置、これで動くはずだ。最高峰に場所が悪いな。なんで入場してすぐに発電機見ないとあかんのや。あとは道をつなげれば一つ目のアトラクションの完成。おお、最初の乗り物や。中世の漢字が出ているこの乗り物、きっと大人気になるだろう。コーヒーカップが大人気な遊園地も嫌やけどな。それではオープン。おお、続々と回るためだけにやってきている。なんだ遊園地、ボロい商売じゃないか。絶対怒られるで。そのうちだけんど、コーヒーカップは大盛況。回りたがりの入園料たちがたくさん来てくれた。これはこれでおかしいけどな。でもただ回るだけだと爽快感とか絶叫度がちょっと低いと思うの。でもコーヒーカップに求めてるのって回るだけやから。削除。ああ、こら、とっとと帰れ。今からもっと最高にしてやる。傍若無人園に改名した方がええんやない？コーヒーカップの動きはいわば 2D。 そこにさらに高さを加えることで 2D から 3D へと進化を果たすことが可能。これがその 3D コーヒーカップである。場所だけやろこれ。おい、おお、これも消せるのか。 4D になった。もう次元の断りを超越しとるんよ。すんばらしい。これなら物珍しさでたくさんの人が押し寄せるはずだ。押し寄せるだけで乗ろうとは思わんけどな。もちろんきちんと道も設定するから大丈夫。オッケー、物理法則がなくなった。それではオープン。おお、開始と同時に乗り込む入園料。やっぱり私の考えに狂いはなかったのだ。あれ、うちはおかしいんか。多少足場が不安定だけど、見事登山成功。目もおかしくなったのかな。みんな空中歩行しているように見えるんやけども。何にせよこのコーヒーカップは大盛況。記念すべき一つ目の乗り物となった。ここだけ見れば普通なんやけどな、聞いてみると異質さが際立つのよ。それでは尊敬と敬意を込めて、このコーヒーカップは宙吊りカップと命名。楽しませる気ないよね。シュピ。さあこの調子でどんどんアトラクションを作っていこう。お、今度のこれは何や。これは椅子に座った入場料たちが高いところで振り回される乗り物。乗ってみるとこんな感じ。ムヒー、わ、空回りと怖いなこれ。ははは、確かにこれにお金を払うってのはある種の恐怖だ。あ、そっち。でも宙吊りカップよりも高度が出せるから恐怖度としてはいい感じ。おお、終わったらそのまま下がってく感じなんやな。でもナタネちゃん、ここを見てほしい。アカネです。どうやらここでこの乗り物がどう動作するかを選べるみたい。ほほ、今は3回分回って終わりってことやな。
ってことは、これを消したら1回分とかになるんか。そうだね。なんか増やしてません？よく考えてほしい。入園料は回るのが好きなのだから、一生回り続ければ、きっとたくさん儲けられると思わない？思わない。よし、準備完了。第2施設オープン。さあ、たくさんたくさん回れるぞ。寄ってらっしゃい、回ってらっしゃい。ああ、何も知らない人たちがいっぱい来とる。これはマーケティングの観点から導き出された最適解だからね。大いに賑わうはずだ。うお、早速スタートしよった。まだオープンして間もないから列にはなっていないけれど、入園料たちが喜んでいる様子を見て、私もと相乗効果で乗りたい人が増えるだろう。すごいプラスのことしか考えてへんのやな。一生回ってるぞい。でも見て、みんな笑顔があふれているよ。全然見えませんけどね。むしろ引きつっているようにしか見えませんけどね。はは、一体いつまで回っているかはわからんけんど、しばらくこのまま様子を見て問題に着手する。おい、放置するんかこれ。ほら見て、ティーカップにたどり着けないとの表記。あれ、ほんまや、道はちゃんと敷いたのにな。おかげで路頭に迷った入園料たちがモンスターに進化したみたい。なんやこれ気持ち悪い。まあいっか。まあいっか。ほら、そろそろこっちも終わると思うからね。お客さんの反応を伺わないといけない。もっと大切なものがあっちにはあったけどね。全然終わら。よし、いい名前になった。ただの拷問施設なんよこれ。どうやらようやっと終わったみたい。思ってた10倍は長かったな。絶対三半期間行かれてるわ。入園料たちのご様子はいかがかな。うわ、みんな首元を押さえて。かゆいのかな。気持ち悪いんや。あれ、いつの間にか入園料たちがいなくなってしまうた。心当たりしかないな。むむ、このままではまずい。大至急、来場者数を回復する手立てを打たねばならぬ。そんなんあるんか？もちろん。入園料たちは派手なものを好むだろうからね。こういうエフェクトものを用意。おお、炎か。確かにこれは派手やな。この派手さで、入園料たちの興味関心を引き寄せてみよう。オッケー。なんやこれ。どう、前回大にぎわいだった灼熱地獄。これなら入園料が殺到する。殺到しても入れなくない？ほらほら、たくさん寄ってきたね。飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。もううちは、この世界がわからん。シュピ。さすがに二つだけだと寂しいから、最後にもう一つ作ろう。お、ええな。一つだけでもちゃんとしたものが欲しいわ。今回作成するのはプール。おお、プールや。監視員さんもついており、とっても安全に楽しめるプール。これなら、入園料たちも大いに喜んでくれるはずだ。あ、あれ？様子がおかしくなってない？そうだそうだ、更衣室だね。二つもあれば事足りるだろう。いや、そうではないんよ。あとは監視員さんも放流。安全面に配慮したいから、たくさん放流しておこう。よし、雇用完了。おい、監視員さん多すぎて、パラパラ漫画みたいになっとんぞ。なんやこの縁、名前から何まで気持ち悪いやん。この陸に上がる映像は、ある種の感動を覚えるね。まるでない。それでは、安全面への配慮も完了。早速、この一生流れるプールをオープンする。拷問設備しか作らないのかな？お、でも来たよ、あかねちゃん。今後一生をプールで過ごす選択をした一家だ。何、ウェイト重すぎん。二度と着れない、服と別れを告げ。いざ入水。へへへ、これで、たくさんの人が来てくれるだろうね。悪名高すぎて誰も来なくなるぞきっと。回ってる回ってる。よし、いい感じの設備もできた。炎のおかげで人もたくさん来るから、今後より一層発展しにぎわうことだろう。うちだったら絶対行かないけどな。そろそろ情報商材売れるかな。売れん。